ネイサン・ジョーンズは、オーストラリアの元プロレスラー、男性総合格闘家、俳優、クイーンズランド州ゴールドコースト出身。16歳の時に、強盗事件を起こし刑務所で2年間服役する。服役中にパワーリフティングに打ち込みレスラーとしての、下地を作り、出所後にパワーリフティング大会で、オーストラリア王者に輝いている。 海力世界一を決めるワールドストロンゲストマンコンテストやアームレスリングの大会などに出場。1995年のワールドストロンゲストマンコンテストではアームレスリング種目でマグナス・サミュエルソンと対戦し、その時姉さんの右腕の骨が折れてしまう事故が起こる。1997年、プライド旗揚げ戦に北尾光派の対戦相手として来日しプロ。 総合格闘技デビュー。その後、ボディーガードを経て、オーストラリアのワビィにて、プロレスラーとしてデビュー。2002年4月7日には、ジェフ・ジャレット、スコット・スタイナー、ブライアン・クリストファーとの4ウェイマッチを制し、ワビィ世界ヘビー級王座を獲得している。同年、橋本深也の目に留まり、プロレスリングゼワンに来日し、ジョン・ハイデン・ライクとのタッグで活動。10月20日に、 大谷慎二郎田中正人から NWA インターコンチネンタルタッグ王座をダッシュしている。2002年末から WWE のダークマッチに出場を続け、翌2003年に WWE と契約。スマックダウン所属となり、10年間服役していた元服役衆という自身の経歴を誇張したギミックで、ジ・アンダーテイカーのパートナーとしてデビュー。 テイカーのパートナーとして、ビッグショーイトレインと構想し、レッスルマニア19にも出場予定だったが、レッスルマニア本編前のヒートで FBI の襲撃を受けム室に搬送される。そのため、カードはテイカーとビッグショーイトレインのハンディキャップマッチに変更されるが、その試合終盤に吹き、乱入し、劣勢のテイカーを救出する活躍を見せた。しかしその後は、 実力不足と判断され、参加団体のオーベに送られ調整。同年のサバイバーシリーズ前に、ブロックレスナーの手下として、ヒールターンし復帰、マット・モーガンとのコンビで活動する。しかし母国、オーストラリアで、ハウスショーを行った際に、ホームシックに陥ったことが原因で12月に自ら、WWE を退団。 対談後はオーストラリアに戻り現地のインディー団体に参戦していたが2005年に引退。その後は俳優としていくつかの映画に出演している。ありがとうございます。